QR 決済の回数電子マネー越え QR 決済も電子マネーなんですけどもここで何言いたいかというと非接触型ですねほらスイカとかピってやるやつあれですねあれがすごい先行してたんですけども今 QR コード決済の方にどんどん移行してってそっちが増えてるっていうんですね一応私もフィンテックの会社やってますからこの問題は取り上げていきたいなと思いますキャッシュレス決済で QR コードが存在感を高めているキャッシュレス推進協議会が7日発表した2022年の利用動向 こ報によると QR コードの決済回数は前年比4割増の約70億回で追加などの電子マネーを初めて超えた取扱い高も超えており導入のしやすさやポイントを武器に電子決済の勢力図を塗り替えている日銀と日本クレジット協会キャッシュレス推進協議会のデータを比べるとキャッシュレスの決済回数はクレジットカードが約158億回 QR コード決済が約70億回交通系 IC サービスなどの電子マネーが約59億回だった。 QR コード決済回数の内訳を見ると PayPay ペイペイが約47億回と全体の6割超を占めた QR コード決済は専用の読み取り機が必要な電子マネーと異なり店頭にある紙やシールの QR コードを利用者のスマホで読み込めば支払いが完了する利用ごとにつくポイントも決済回数や取扱い高を押し上げている送金できるのも特徴で飲食代の割り勘機能なども多く利用されている2025年までにキャッシュレス決済比率を40%に引き上げる政府目標を達成する上 QR コードの利用拡大が鍵を握りそうだよしよしなんですけどもね QR コードで困るのは電池切れの時ですよカードタイプのスイカ持ってるとピッてやればね いつでもこう決済できるんですけどもスマホで QR ってなるとスマホの電源切れたら終わりなんですよね震災とか災害の時に多分弱いと思いますねその代わりこの QR コードの強さというのは読み取り機がいらないということなんですね要するに携帯同士で P で終わっちゃいますから何な,ならもう紙に印刷したものを読んで P で終わっちゃうので例えばクレジットカードの場合クレジットカード端末って必要ですよねそれから交通閉系の非接触 型カードでピッてやるのは読み取り機が必要なわけですよ。 なのでこれを導入するのにそういう機械を導入しないと決済できないのでそこがですねまあちょっとひと手間かかりますよねで例えばペイペイもそうエクスジェピーもそうですけどもうちの店のコードこれだからってやったら1500円 P で終わるので QR コードシミスだけで済むというですねだから両方長所短所があるということだと思うんですよねまあ私はこの QR コードの方でやってるわけなんですけどもアプリエクスチェンジャーズに入っているエクスジェピーこれ電子マネーですけども電子マネー のこの X ゴールドの現金化ができるということでちょっとそれ前倒ししたんですけども加盟店の登録がこの後ですね行われますあとそれから XJPY のチャージを全国の主要なコンビニで大手コンビニどこでも XJPY チャージできるようになりますのでねちょっと便利になると思いますあともうちょっとすると主要コンビニで XJPY で決済できるようというふうになります。ななののでででで加盟店も募集するるるいろんなとこ XJPY チャージできるし使えるし っていう風にですねなってきますね。だからこのペイペイとかラインペイとかほら超大手も何千億円もぶっこんで超大手がやっ てることなんですけれどもまあ私たちのような吹いたら飛ぶような弱小企業はねこれ決済いろいろできるものに、えー、作り込んでいくっていうのは結構大変なことなんですけれどももうようやくここまで来たかなっていう感じですねまあただね私たちは別にマスで行くっていうよりも XJPY にしかできないことが結構あるわけですね例えば XJPY 以外のなんとかペイでじゃ金の地金買えますかって買えないわけですよダイヤモンド買えますかって買えないんですよねただの何でも買える決済とは違う大手のマ 真似したって勝てるわけではないので、いろんなところで使えるは使えるんだけども、XJPY というものはちょっと他にはないものができるというね、そこをですね、私たちは積み上げていこうということでやっております。いろいろ詳しく知りたい方は是非、ぜひソレイキエクステンジャーズをですね、ご覧いただきたいなと思います。 次のステップは金融の免許を第二次金融商品取引業を取ってファンド組成ができるようにしたらもう何でもできるようになりますからねそれはちょっと今後ね温めていきたいなと思っております。えー、というわけで QR 決済ね、まあ、時代の流れでしょうかねだから今日お店始めますって言った時にもう即行決済導入できるのはこの QR なんですよね決済業者との契約をしてなんか端末置いてなんていうのを全部すっ飛ばして路上でも紙1枚掲示するだけでお金を受け取れるというですね、まあ、こういうことを になりますのでや qr コード発明したの日本人ですからねすごくですねいいと思いますね定期券がこれがスイカになってて定期券を持ってるっていうところから来てるからカードがあると便利だったんですけどもそもそもカードである必要がない誰でも持ってる携帯で読み取りできるえそっちの qr コードの方がその上を行くというのは時代の流れなんだろうなというふうに思いますはいアンケートですすべて使えるならどれ優先して使う一番現金2番クレジットカード3番 qr コード4番水 などのフェリカ系電子マネー5番商品券6番その他ということですけどもさあどれを優先して使えますか現金がトップ39.0%クレジットカード 27.3%QR コード14.1%フェリカ系電子マネー18.5%商品券1.0%その他0%ということですけどもねまあ災害に一番強いのは現金ですね災害に一番弱いのは QR コードだな QR コードっていうのは送る側と受け取る側両方が電気がなきゃダメです どっちかが電池切れたらダメですよねで、フェリカ系などの電子マネーというのは受け取る側だけが電気 通じてたら受け取れるわけですよで両方とも電気なくたって停電状態でも決済できるのはこれ現金ですからねそういう面では災害に一番強いのは現金ですよねまあ、確かにねで交通系電子マネーが発達したことによって小銭は一気に減ったんですよね電車チンとかバスに乗ります飲み物買いますコンビニでお菓子買いますそうするとですね小銭がその場で必要だったものがそこら辺も安い金額をピッピピッピ,ピね電子マネーで決済するようになったもんですから現に高価の流通量が激 してるんですよだから政府が発行するね効果もものすごい減ってて1000円札も減ってるんですよねでも1万円札はですね残ってますけれどもですからあの特に東日本では停電してレジも動かない歩数が動かなくても現金で商店は売り上げ、えー、やってましたからねやはり災害に一番強いのは現金ということでしょうね武田恒安チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました、えー、動画の評価いいねチャンネル登録もお願いします え本家武田恒ねチャンネルでは毎週木曜日夜8時え、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ、わかりやすく解説する番組をライブにて配信しています。よろしければ生放送も見に来てくださいね。